イギリスツーリングカー選手権において撮影。アラン・メニューは、スイスのレーシングドライバー。ジュネーブ出身。現在、チーム BMR のドライビングコーチ。イギリスツーリングカー選手権において、1997年には、ルノー・ラグナで2000年には、フォードモンデオで優勝を果たす。また、世界ツーリングカー選手権には、シボレーのドライバーとして2005年から2012年に、 かけて出場し、2012年には2位にランクインした。1990年代の最も成功したツーリングカードライバーの一人。シボレークルーズと日本でのアランメニュー2010ノーフの息子であるメニューは、フォーミュラフォードでキャリアを始め、1985年から1987年まで参戦。その後、彼は3年間イギリスフォーミュラ参戦試験に、 1990年に開催された選手権で2位になった後、メニューは1991年に F3000 ヨーロッパ選手権に出場。翌年イギリスに戻り BMW で BTCC 参戦したが、ノックヒルでのアクシデントのため、残りのレースを参加できなくなった。ルノー・ラックナをドライブするメニュー。1998年このモンデオで2000年にチャンピオンを獲得した。 ありがとうございます。